触れる公開記念、あの日聞いたラジオの名前を僕たちはまだ知らない。ガチャガチャ音がすごい。笑っちゃった。ガチャガチャ、はい、まあガチャガチャ言っているのもそれはなぜでしょう。ここはここは外だからだね。そうなんです。今日はスタジオを飛び出して外にいます。場所は高田馬場です。触れるの舞台は秩父ではなくここ高田馬場なんですね。来たことある人、来たことある人、来たことある、2人はある。もう早速喋ってくれてるゲストの2人。自己紹介する前からベラベラ。いや、もうしちゃおうしちゃおう。そう、今回ね、私1人だけじゃないんです。じゃあ2人に自己紹介お願いしちゃおうかな。はい、あの花の方でですね、安城なるく役演じました戸松遥です。はるちゃんです。そして、はい、触れるでは浅川奈々役、そしてあの花では久川聡太役を演じさせていただいております、岩見真中です。真中ちゃんです。やった、すごいコラボ、すごい、本当に夏とも出てる。ちょっとでもあの花のオタクが一名混じっているぞっていう感じ。出演者でしょう。オタクであるのは否定しない。がっつり今朝まで全部見てきました。すごい、今朝、はい、早起きして。もう出演者だから真中ちゃんは。そうだよね。しかもフレームの方もね、うん、いや嬉しい。なので今日はね、こんなスペシャルコラボでやっていきたいなと思っております。2人は10周年の天数あの花ラジオ以来だから3年ぶりなの。あ、もうそんなに。そう、経つんですね。そうですか。あっという間に、はい、もうちょっと時間の概念がちょっとついこの間っていうのがもうこの間じゃないっていう、うん、そう、なんか私もそうなんだって思いながら見てたんだけど、うんうん、まあね、そのそれぞれ2人には来てもらってたけど、今日は2人が一緒にっていうので私すごい不思議な気持ち、なんか飲み友達2人それぞれ来ちゃったみたいな。そうなの。あ、そうなの、そうなの。だから一番長い付き合いの飲み友達のはるちゃんと、割と最新のよく飲み友達のまやかちゃんが一緒にいるっていう。嬉しいですよ、本当に。楽しいじゃん、共演は。共演はがっつりメインは実はなくて、そうなんです、ご挨拶程度すごい昔に、はい、させていただいて。じゃあ今日は仲を深める、はい、きっかけになるかも、うん、深めていこう、深めていこう、うん、ありがとうございます。今日はそんな触れるの聖地の高田馬場で、うん、今もねまさに見てたんだけど、うん、予告の中に入ってた、はい、そう、場面をね見ながら、うん、ここだよなんて言いながらそう歩いてきましたけれど、その写真もね、うん、あの SNS に載ってると思うので、ぜひ X の方、そしてホームページの方もチェックしてみてください。さあ、そんな聖地巡礼まだまだ続いていきます、うん、まあ、ネタバレねあんまできないので、うん、あの散歩です。お、すごい、私初めてなんだけどラジオで。すごい、マジで外で。そうなんです、うん、なのであの高田馬場ぶらり散歩です。散歩よくよ。なので早速やっていきたいと思います。触れる公開記念あの花ラジオスタートです。じゃあ行きましょう、せーの。初めてってはるちゃん言ってたけど、まどかちゃんは外、こんなになんか人が大勢いる中でっていうのはラジオはしかもないかもですね。でもね、ラジオ的にはいつもテクテク。そうなんです、個人ラジオのタイトルがラジオテクテクなんですけど、全然歩かない。歩かない、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 歩かないよね、ラジオね。散歩してる体で。でもあの花ラジオではリアルで歩いていきます、うん。こちらが先にリアルな、すごいよね、なんかそのロケなんだけど、うん、基本ラジオだから、うん、そうそうそう、これはなんか耳で楽しむロケみたいな。いや、だからもしかしたら東京に今高田馬場でお仕事してる人とか、うんうん、学生さんとかは今日私たちとすれ違ってる可能性が、うん、あるっていう。なんといっても今日ね平日の昼間なんで、はい、うんうんうん、それこそ今ランチタイムかなみたいな時間だよね。そうか、だからもうね、うん、都会なのよ。高田馬場はね、都会なんだよ。すごくない？このどれぐらいことが入ってるかわかんないけど、うん、いや多分結構入ってるじゃない。今だってまさに高架下、そう、山手線の音とかちょっとさ入らないかな、入ってるんじゃないみたいな。そのアナウンスももしかしたら、ちょっと黙ってみるじゃん、私たち今来た来た。声が聞こえないくらいの、今私たちが何言ってたか分かんなかったでしょうってやつだよね。
歩いておりますが、なんかさっきイラストがあったけど、ちょっとちゃんとよく見えなかった。で、手塚治虫さんって高田馬場出身なの？だからあれだよね、音がさ、電車の音がアトムの。そっか、だからなんだ。そういうことなんだ。ずっと東京にいるのに全然詳しくない。あ、これ知ってる。なんだっけ？ジャングル大帝。誰も出てこない。あ、これは知ってるよ。グループジャックはわかる。いや、でも有名な作品ばっかりだね。なんか秩父とかって、こうなんだろう、ポールについてる旗がもうあの花とかここ酒とか空青じゃないですか、こういうの。なんか高田馬場もいつかなんかフレルの。確かにね。でもあるんじゃない？それも欲しいなっていう。確かに。すごい。でもさ、高田馬場って面白い場所だね。今見たセーラー服のおじさんいたの。あ、気づかなかったです。ヒゲを三つ編みにしててすごいキュートだった。おしゃれ。私本当に周りを見てました。周り見たんで、今班長の真横を歩いてたんだから。すごい。うちのマネージャーさんとかよく知り合いに気づくんだけど、あ、なんとかさんだとか、なんか事務所のマネージャーさんとか気づくんだけど、気づかない。全然人見ないから。すごい都会っぽいわ。人の鎖骨しか見ないで。鎖骨フェチなの？人の、ね、目を基本的に見ないから、私はなんかこう目を見ているふりをして鎖骨を見て会話をするみたいな。はるちゃんで、ね、ちょっとこう見えて人見知りなんだよね。そう、めちゃくちゃ人見知りなんだ。そうなんですか。基本ね、すごいコミュ力高そうに見られるがゆえに、よりあ、意外みたいな。目合わせてくれないから。合わせるのにちょっと時間がかかる。でも私も人見知りなので、もう、ね、よかった。長い時をかけて。よかった。ちょっと似た感じもあるかもしれない。2人全然違うように見えて、実はちょっと似てるところある。一番ないの愛ちゃんだもんね。ないよね。何にもない。いや本当に限りを全部そうそうそう。羨ましいよ本当に。いいのか悪いのかだけどね。もうなんかまたちょっと違う場所なんて言うんだろう。でこの建物何？なんだろう。すごいおしゃれな建物。高田のバーバーって書いてある。結婚式場かな。見て、甲冑みたいなの。なんか何？不思議な建物だね。ステンドグラスもなんか見えるし。すごい。なんか1本入ると割とお店が少なくなって、ね、なんかオフィス街的な感じもあるのかな。すごいよね、あの駅前のさ、こうガチャガチャした感じと、ちょっとなんかその裏っていうか、1個入ると結構落ち着いてたりとか、川もあるしさ、全然雰囲気変わる。確かに。何川だこれは。いやでも今日いい天気だから、あれなんかこの辺あれ舞台近い気がしちゃいます。本当ですよね。やっぱりそうだ。川ここの辺さすが。なんか収録した気がする。おお、あ、もう嬉しい。あのシーンだみたいな。はい、舞台に出てきたアフレコの時に、じゃあ、そうなんです、エコネとかで、はい、見た記憶があります。じゃあこの橋がまさに何かが起きた。そうです。何かあった橋ってことだね。かもしれないです、ね。かもしれない。かもしれない。かもしれないですね。なんかちょうど今さ、お昼時だからさ、すごいサラリーマンの人たちとかがめっちゃこの辺歩いてて、面白いね。ねえ、いや、ほんとさっきと全然また駅前といる人たちの雰囲気が変わるね。なんならさ、その橋越えるともう住宅街っていうか。本当ですね。ほんと洗濯物とか干してあるし、ウニ小屋って気になるな。無添加ウニ専門店って書いてある。私ウニ大好き。ウニ好き。ウニ大好きとか言って。おいしい。食べたい。食べたい。ウニ食べたい。今日はでも違う店なの？違う店行くんだよね。ね、今日はね、どこか。どこか私もとある目的があって行くんでしょう、まあ、何かの理由で行くお店に、ただただランダムに歩いてるわけじゃないんでしょう。目的地そうだね、まあ、ぶらり散歩ではあるんだけど、最終目的地はそうね、橋を渡ってちょっといい風、住宅街に、橋を越えて、今歩いておりますが、なんかでも初めてここ通るんですけど、知ってるみたいな感覚がね、聖地感ありますよね。アフレコの時にも、なんかそういう話を共演者の方としたりしたの？そうなんですよ。なんかゆかりのあるというか、結構高田馬場を利用してた方がいて、でその時に、あ、この景色知ってるみたいなお話を中されてて。アフレコの時はさ、どのぐらいその絵っていうか
結構できてたの。前半は結構もうそのまんまカラーでっていう感じだったんですけど、じゃあやっぱ途中から、うんうん、あのいつものアフレコの感じで、うんうんうん、じゃあ、はい、カラーで見れたってことはより、ね、あ知ってるみたいな、なりやすいですね。で予告で見ただけでもすごい綺麗だったもんね。本当にさすがだよね。実際やっぱりでロケハンして許可取って実際の場所をね使わせてもらってたりするわけだからすごいよね。そうだよね。なんか同じお店だったりするわけではない。お店がね変わってたりするみたいだけど、通りとかそういうのはちゃんとあの作品の中で本当にそのある通り使わせてもらったりしてるっていう話だからすごい努力よね。本当ぜひ映画見た後来てほしいですね。確かに聖地部より、ね、行きやすいかもね。確かにすぐ行けるから新宿からね。駅近だったから、うん、から今歩いてて思った、うん、結構全然普通に近いよね。まさにこのラジオを聞きながら、うん、一緒になんか歩いてもらっても楽しいかもしれないね。そうですね。なんかお店じゃない、え最終目的地、まあ、4人はすごいいい匂い、隣のお蕎麦屋さんの匂い本当だ、いい匂いだった。昼だからね。さあ美容室があって、はいはい、ここだ、お何、中華料理だって、美味しそう、せっかくお昼時だからね、中華料理入りましょうか。入ろうか、じゃあお邪魔します、暑いしね、入ろう入ろう、入っていきましょう、お邪魔します、お邪魔します、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします、お願いします、着いた、暑かったね、暑い最高、とりあえずお店の方が出してもらったお茶で、お茶で乾杯しようと思いますね、はい、お疲れ様でした、居酒屋みたいな本当にさ、心遣いがありがとう、もう入ってすぐにお茶、冷たいお茶くださって、ありがたいね、あー、生き返る、生き返る、美味しい、そしてすごいなんか窓が大きいからこの青空も見えて、いい感じだね、じゃあ最高のシチュエーションです。そんな中華料理屋北京さんにやってきたわけですが、今日はねすごいんだよ、隣見て、ほんともう始まってる、見ちゃった、もう始まってるわよ、前回の空を会で出てくれた MC もいますし、そして偉い人、偉い人清水さんも来てくれてます、めっちゃ偉い人だからね、あの肌でちゃんと、ね、あのマイクもあるんで、あのきっとね皆さんの声も拾いつつ、うんうん、ちょっとこんな感じで、ランチタイムも楽しんでいきたいなと思います。ゆるりやっていきましょう、そうなんかいろいろね頼んでくれてるものもピータンとか、そういきなりピータンめっちゃ大人のおつまみ出てきてるんだけど、え食べていいの、食べよう、嬉しい、メニューも見てみよう、なんかすごいさ他に食べたいのがあれば頼んでいただいてって、はい、すごいフカヒレの姿見とかあるよ、清水さんに聞いてみたら、ね、フカヒレの姿見とかあるなんでこのお店に来ることになったかっていう話先にしてもいいですかね、うん、ありがとうございます、ほら、なんか美味しそうな、姿があるよ、なんか味噌がかかったお豆腐も出てきましたが、高いです、もう高い、後ろの方にいらっしゃった、あ予約してくれた早川さん、高いです、早川さん AH 氏です、あの隠すのが遅くなって、元バイトの、そうそう、今日ねその北京さんを紹介してくれた、あもう早川さんって名前言っちゃってるんですけどあの H 氏の方がいいですか、全然大丈夫ですか、早川さんはここでバイトされてたってことなんですけど、はい、触れるとしては、はい、どういう役職の方ですか、役職、そうですね、あのお昼にお弁当の販売をこのお店やってたんですけど、うん、それのお手伝いで、はい、お手伝いをしてた、近隣の会社の方に訪問販売、うん、ああすごい、ありがとう、でも訪問販売、いいですね、その後は今回作品このフレルに関わっては、はい、今どういう、フレルに関してはバイトの時の話だな、いやそれもないです、そこからでもそこから どのように触れるに触れたのかをぜひ触れるに触れるに関してはです、あの一応契約部という部署でおりまして、あのこの作品を作るにあたっている必要な契約書みたいなのの調整とか、すごい人だ、はい、しているところにめちゃくちゃ難しそうなお仕事、うんうん、
はい、バイトから。バイトから契約書を交わすような。そんな早川さんのおすすめのお店。おすすめの店ですか？そう、聞きたいです。お店の人だ。急に。エビ一番人気なのはエビマヨが看板メニュー。エビマヨ食べたいマヨって、それはぜひいただきたいです。結構大きめなのでボリュームあるんですけど、はい、あ、本当だ、人気って書いてあるエビマヨ。じゃあそれもぜひお店の方にエビマヨ、エビマヨください。ありがとうございます。でもじゃあたまたまこの高田馬場聖地に近い場所でお仕事されてたんですね。そうですね、はい、偶然。すごい、ご縁だね。いや嬉しい。本当にだから作品作ってる中でもなんかすごいこの辺の風景が出てきて、懐かしいなと思いながら。やっぱり自分のそうですね、よくいた場所が作品になるってすごいやっぱ嬉しいことですよね。確かに。なんかキッチンからめちゃめちゃ本格的な音が。エビマヨじゃない？エビマヨの音しないか。エビマヨって言ったから。いや、てっきり清水さんのおすすめのお店かなと思ってましたよ。初めて伺いました。そうなんですね。清水さんには初めてのお店があるんですね。もうこの辺りね。あの学生時代この辺で暮らしてたんで。そうなんですか。あ、もう30年前ぐらいですかね。ちょっとだからさっき通りを歩いてきて懐かしい風景です。だいぶ店はね変わっちゃいましたよね。まあ、でもねここはね長くからやってるってことなので、30年前なんだ。当時はあの席で全く多分食べ物を食べれてなかったんで、このいい店みたいにたどり着けなかった。手前のなんかラーメン屋でよく食べてました。そこも代替わりして、なんか豚飯のなとかってなんか巨大なカッパがあって、あ、そうか、代替わりして。清水さんが住んでた頃とはだいぶ様変わりしてるんですね。でもね、通り自体はね、変わってないんですけど、やっぱりどうしても店がね、まあそうですよね、はい、あのね、デニーズ、デニーズはね、昔テスト勉強をよくしました。テスト勉強をなんかみんなで集まってこうファミレスでやるっていうのがなんか当時のこう30年前の大学生たちのなんかちょっとこうコミュニケーションみたいな。もしかしたらフレルの中でもそんな勉強をするって。あるかな、あるかな、あるのかな、あれ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 かな、どうかな、楽しみですね。コンペをまだ言えないことが多すぎるので、そうで、多すぎる、一回も明かせないという。スイ君はそれぐらいにつつ、じゃ食べようか、まずせっかくだから、いただきます。いただきます。もう絶対ピータン食べたい。ピータン大好き。食べよう。早川さんもありがとうございました。本当だね、なんかすごい打ち上げみたいな、まだこれからなのに打ち上げみたいな、ね、まだこれからないからね。打ち入り、打ち入りって言った方がいいのかな、もう。豆腐がすごい美味しそう、ね。上にさ、すごいなんかそのタレというか、なんだろうね、その赤色の、うん、に何かね、ちょっと辛そうな、ザーサイみたいなの乗ってるよ、なんか。そう、この真ん中にさ、本当だ、刻んだザーサイみたいな、刻みザーサイだね、結構絶対合うじゃん。いや、美味しいと思う。絶対合うよ、豆腐に。いただき。いただき。でしょうね、このこれなんだろうね、バンバンジーみたいな、なんか鶏のゴマのソースがかかってて、これ軟骨かさ、もうさ、軟骨の唐揚げっぽい。お酒に合うお酒に合うものしかないよ、ね、お茶で、はい、いただきます。まあ、何を飲んでてもラジオだからわからないっていうところではあるね。お茶というものみたいなね。本当だね。ちょっと食べてみようと。おいしい。いただきます。結構辛い。そうなんだ、しっかりね、豆腐に合うように。でも、うま辛。おいしい。ちょっと辛いの。鶏はどう？おいしいです。おいしい？ごま、ごまです。ちょっと待って、なんかごまですって。ごまがおいしい。ふたもじゃん。ピータンはどう？ピータンおいしいよ。ピータンね、好きなのよ。ね、このちょっと癖のある感じの、うん、いいよね、お酒にも合うしね、うんうん。じゃあ食べながらいろいろ話していきますが、あの花ここ酒空の3作品が 4K ウルトラ HD ブルーレイでリリースされることが決定いたしまして、で8月28日に劇場版あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないがリリースされました。で今ねちょうどタイムリーなんであの花会をこうやってお届けしております。なんか実物もあるみたいなことなんですけど、すごいこのね4K ウルトラ HD ブルーレイがすっごい綺麗らしいよ。そうなんだ。でももうなんか表紙というか、うん、この感じがもうウルトラ感すごいよね。ウルトラ感ありますよね。
えなんかより鮮やかに見えるパッケージもパッケージも印象かもしれないですけど、うん、そうだね、印象もあるかもしれないけど、まあね、間違いなくあの、うん、ウルトラなことは間違いない。いいね。そうで、しかも、うん、この特典、うん、田中さんが来てくれた3作品のヒロインズのね、ヒロインズ、そういう方来てるじゃん。しかも多分これみんなで花火、線香花火してるんだろうねって前回のね、空青会でも話してて、なんかまどかちゃん聞いてくれたってさっき言ってたね。そうなんです、聞きました、うん、そこでもね見てたんだけど、エモいね。そこでも大興奮でしたね、しおんちゃんとかにも。そう、本当にいいね。確かに私もミニ色紙ぐらいかなって思ってたんだけど、結構しっかりあの、うん、何普通サイズっていうか、普通の色紙っていうのかな、うん、だから飾りがいがある。確かにサイズ感になっている。うわ、せっかくなら額とかに入れたいような、うん、そうだね。なんかここに飾らせてもらったね、ミキーさんもね、いいですね。すごい、早川さん、確かに早川さん、早川さんだわ。ここにめっちゃバイトしてる。なんか私たち、私たち3人のなんか書いたやつで飾ってもらったりするんですか。そんないいんですか。どこかに置かせてもらったりする。いいですか。だったこれ私たちもお願いする。それいいですか。やったー、すごいすごい。じゃあちょっと北京さんに来ていただいた際にはあの見つけてもらって、あの見つかっちゃったって、わ見つかっちゃったって書いて、見つかっちゃった、見つかっちゃった、見つかっちゃったって嬉しい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。やった、こんな交渉を中でしてこれ ラジオ中用だよこれすごいわ、やった、うん、じゃあリアルタイムでぜひあの聖地巡礼ね、うん、フレルの聖地巡礼をした際には、うん、北京さんでご飯を食べ、うん、見つかっちゃったゲーム、見つかっ見つけちゃった5個かあ、見つけただね。月ごとになんかちょっと飾る場所変えるみたいな。なんか見つけたの。お店の人の負担が見つけたところには全部プレゼント。早川さんが毎式来て帰るみたいな。まあそんなことにはならないだろうけど、そうだね、はい、よかったよかった。じゃあちょっと後で書かせてもらって、うん、いい2人も一緒に書いてくれる。もちろんいいんですか。めっちゃ豆腐ついてるから。めちゃくちゃ豆腐ついてる。口に豆腐めっちゃついてる。本当にた、なんかいつもすごい子供みたいにつけちゃうの。ごめんね、来たの来て。でも全然すっごいこぼすから、すっごいこぼすから教えてあげて。わかりました。すっごいこぼすし、すごい口の上につくからごめんね、本当にキモって。いやもうね、素敵です。もういい、この2人はいいですね。キュンときちゃいます、うん、もう今日でもより深めてほしい仲を。嬉しい。でも本当でも今日緊張してきました。私は本当もうさっきまで見てたんで全部。あ、さっきまで朝からね、はい、見てたんだもんね。全部見てドラマ CD も聴いてきて。え、ドラマ CD もすごい。10周年の時も。あら、懐かしいね。懐かしい。だってまなこちゃんからしたらもうやっぱなんだろう、あの花ってでこう仕事をする声優になるきっかけになった作品 で、うん、だからあの花生まれ、あの花生まれあの花の時は、はい、もうまだ本当にデビューしたて、全然してないんです。あの花の、うん、きっかけで目指し始めたの。あ、きっかけ、あ、そうかそうか、じゃあこれ、はい、その後にってことか。そうかそうか、うん、家族で秩父に行ってて、そうなんです、毎年行ってて、なでなんかもう街中が、うんうん、ね、あの花で見てみようと思って見始めたのがきっかけだったので、うん、私愛さんにはひたすら伝えさせていただいたんですけど、うんうん、でまだ、うん、あのね、そうだよ、だって今生で感想を言えるチャンスやばいです。ほんと、でもあまり言ってしまうと、うん、聞かれてしまう。でもせっかくここじゃなかったら逆にどこで言うのぐらい。いや確かに、せっかくだから、思いを、うん、え、いつかお酒一緒に飲んで、まあ、確かにね、飲みに行きましょう、それも、ね、行こう行こう、行きたいです。でもいいんだよ、今日はオタクを全開にしてもきっと今封印してるの、今はそのあのメール、あのね、はい、手紙をいただいてるリスナーの皆さんは、うん、多分ね、分かってくれてる人しかいないから、うん、確かにそうそうそう、むしろありがとうってこう代表ぐらいな、うん、恐れ多いですけれど確かに、うん、後でそういうメールもね、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、そうなんで、まさきの、ね、イラスト色紙なんですけど、うんうん、メンマ、ジュン、アオイ、それぞれの、ね、作品についてきて、しかも田中さんの書き下ろしので、あの詳しくはホームページね、見ていただいて手に入れてほしいなと思っております。そしてあの花はフジテレビ見て5週連続で再放送中なの今。わー、やったー。8月26日に1話2話が放送されまして、うん、で関東ローカルの、ね、放送になっておりますね、うん、で9月の2日に3、4話、9月の9日に5話、6話、9月
の16日に7話、8話、9話、9月23日に10話、11話となっております。やったー。いやー、何度でもね、ここからあの花に出会ってくれる人ももしかしたらいるかもしれない。いや、また生まれますね、私のような、うん、もう喜んでたよね、嬉しい、うん、そこからまた声優を目指してこの業界に入ってきてくれる人も、そうですね、アニメーターさんとかスタッフさんとかでもいらっしゃるかもしれないね。うん、確かに。いやもうね、何度見てもいい、夏が来るたびにぜひ見てほしい、そんなあの花ですが、うん、あの花についてもね、たくさんメールをいただいているのでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。秩父さん作品、思い出のコーナーですね。思い出のコーナー、はい、コムコギャルなんだよな、かわいい、にじみ出るんだよな、ちょっと古いギャルじゃない。だあ、すごい、リアルリアル。どうぞ出てくださいね。ぜひ出てください。うん、でも何回見ても泣きますね。朝から泣いてきました。朝から泣いてる、涙活。朝活なら涙活ならと涙活。朝涙活。そうだね。どっちもだ。じゃあ、コムコムさんからいただきました。ありがとうございます。初投稿です。ありがとうございます。今年の夏休みに初めてあの花見ました。最初のシーンから泣きかけながら見させてもらい、最終回のみんなが集まるシーンではもう完全に涙腺崩壊でした。いつか秩父 SH 巡礼しに行きたいです。フレルは映画館でぜひ見ようと思います。最高の作品に出会わせてくれありがとうございましたといただいております。あ、今回ね、初めて見ましたっていう方いっぱいメール来て、嬉しい嬉しい。13年経って、今うようこそあの花が届いている。そうよ、もう干支一周してんだからね。確かに、ドキドキしちゃうよ、嬉しいです。出会った人生と出会わなかった人生だもうそうね、分岐点だよね。全然赤ちゃんも違う仕事をしてる可能性も、確かに本当に全然ありましたからね。何やってたんだろうね、本当もうどうだったんですかね。どうだったんですかね。ちょっと気になりますね。お、この方もね、最近見た方です。で、大食い大臣さんからです。あら、ありがとうございます。あやのさんと松さん、岩見さん、恥ずかしながらつい最近あの花を見たものです。うん、ありがとうございます。この方、青春など遠い昔となった50歳手前の男なのですが、最終回ではこらえきれずにしゃっくりを上げて泣いてしまいました。最後の手紙のシーンでついに涙腺は決壊しました。今でも日常のふとした瞬間にメンマの思いが頭をよぎり、涙腺を緩ませる毎日です。キャストやスタッフの皆さん、いい作品を本当にありがとうございます。公開から13年も経ってしまいましたが、どうしてもお礼を伝えたいと思いお便りしました。追伸、あの花テレビ版視聴後は間髪入れずに劇場版ここ酒空も見ました。フレルも楽しみにしていますと。ありがとうございます、はい、嬉しい。大食い大臣おっさんですね。大事よ、嬉しいです。なんかすごく丁寧な感じがして、紳士だね、すごいね。いやでもよかった、このあの花ラジオが復活しなかったら、この思いも私たちに届くことなく、サンド作もね、そのまま、フレルの劇場で見てくれる。ありがとうございます。じゃ続いてダヨシーさんからです。今までたくさんのアニメを見てきましたが、その中でもあの花は特別に大好きな作品です。自分は面白かったアニメは 2,3 週も見る人間なのですが、あの花は10週以上見ました。それくらい見てもやっぱり感動で涙が出てしまいます。8月の13日に秩父 SH 巡礼行きました。まるであの花の世界に入り込んだかのような感じでした。一番印象に残っているのはやはり旧秩父橋です。メンマと同じポーズをして写真を撮ったりして最高の思い出になりました。そうか、聖地巡礼しっかりしてくれたんだね。ありがたい。私も聞きたいなと思ってました。まなかちゃんは、はい、何週目ですか？え、何週目なんでしょう。転生したかのような。毎年見てますよ。毎年見てますし、毎年去年3回聖地巡りして、今年1回、あ、2回かな。去年3回聖地巡りして、はい、いろんな友達と聖地巡りして、で去年はあの親戚旅行が、秩父だったんで、家族旅行は毎年まだに秩父には行っているの？今はやっぱあの子供たちが散ってるのでなかなか子供たちが散ってるあ、そうかそうか、チリチリに散ってるんで、なかなか一人立ちしてね、大人になっちゃった。なので友達は行くようになって、でも親戚とも行ったり、でだからあの駅とかにあのパネルが置いてあって、
そこで一緒に撮って、であのメンバーのキーホルダー買って一人で、うん、おたかつ今でも、すごい。っていうことは秩父には何回くらい、うん、もう数えられないぐらい行ってますね。でし、こうなんだろう、行くたびに必ず誰かいます、あのファンが、あの花の、ま、聖地を、はい、聖地巡ってるファンの方がいて、うん、だからもうなんか仲間意識というか、絶対声かけられちゃうでしょ。いやいや、もうそんな全然。でも本当にあの友達と行くと、あの花のキービジュアルを、うん、あの全部こう全ポジションに立ってもらって、全写真撮って、後に構成させて、あ、すごい。いや、待って、じゃあ超ヘアバスターズ全員お友達ってこと？あの一人の子がちょっとやるから、あのポスターの、あ、じゃあ今はかけるってこと？ポッポのポジションでみたいなのやるってこと？同じポーズで撮って、でそれを後で自分でこう、ちょっと後で見せてもらって、後で見たい、後で見たい。すごい時あると思います。あ、エビマユキだ、ありがとう。エビマユキだ。私の携帯どこ行ったっけ、あとで私の携帯ください。あ、長田さん撮るのすごい下手なの。両手の携帯で開いちゃうんだって。そうしよう。いや、不安だから私が撮ります。不安だから仲良し、私が撮ります。、ね、長年の付き合いだからこそ、もう10年以上、ね、ちょっとね、素敵。あ、ごめん、手つけちゃって。いい、うん、大丈夫、ちょ、はるちゃんの背と一緒に。イエーイ、オッケー、イエーイ。ノリが。オッケーオッケー、はい、うん、撮りました。撮れた？なんだっけ、戻ろう。なんだっけ、あ、そうそう、だから、あ、聖地。だから、うん、何回秩父に行ったかも、もう数えきれないし、何十回レベルとか、生まれ、地元みたいになってるよね。毎年行ってたんで、それを合わせると、もう地元に行ったような存在だよね。うん、何十回ってことかな、うん、もう20、30、50、30、50ぐらい行ってる。でも可能性あるよね、うん、全然。え、あの花を見た回数は大体覚えてる？もう覚えてもないですね。でも毎年必ず絶対1回は見ますね、うんうん、毎回来てなんかこう新鮮な、うん、なんかこうもう慣れちゃってるじゃない、土地の感覚とか、うんうんうん、なんか毎回来て新しい発見とかある？あります。でもやっぱりあの花、うんだけの時はやっぱさっき旗みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、あれもやっぱあの花一色だったんですけど、うんうん、だんだんこうここ酒空青って増えていくと旗も、あ、そう、増えるんですよ。増えるんだ。一緒になったり、蜜一緒になってたりとか、ね、お店とか行くと、うん、もうその秩父三部作のポスターがどんどん増えて、うん、行ったりとか、誰よりもおたかつしてるし、私よりあの花詳しいと思う。いやさ、そのなんか移り変わり、うん、聖地の、うん、それも歴史も全部見てくれてる。いや、そういうことだよね。だからもうなんか、あの花がまなかちゃんの中にずっと生きてるみたいな。嬉しい。あの、お守りも、うん、行くたび買うんですよ、メンマのお守り、うん、でこう事務所に入る前は、うん、愛さんを追っかけてきたので、うんうん、愛さんと同じ場所で声優になれますようにのお守りと、うん、あとなんかその、まあ、そのお会いして共演できて、うん、愛さんみたいな役者さん、うん、なんか、うん、でいられますようにみたいなお守りがあって、でまだ書いてないお守りがあるんで、うん、それはあのフリルが大ヒットしますようにしようかな。いや、増えていくんですお守りが。来るべくしてやっぱここに来てくれたというか、だからこれでまなかちゃんが、うん、そうフリルに出てるっていうのがなんか、ね、なんかすごいね、考え深いね。いやもう本当すごい大きな夢だ。夢の一つというか、もちろんあの花にも出させていただいたなんて信じられない夢以上のあれなんですけど、でもやっぱりなんかこうやってこう一つ作品を背負ってこう宣伝に出られるぐらいの位置にこうあの立ち位置の役をいただけたっていうのはすごく嬉しくて、でも本来なんか本当はその私じゃない方がやる予定だったっていうか、そうなんです。そのガイドっていうのを事前に撮らせていただいて、あの分かりやすいようにその声優で、まだお決まりじゃなかったんだね。そうなんです、全然。割と劇場版ってよくあるって聞くけど、うん、あの先にガイドみたいな、うんうんうん、その芸能の
方々やっぱアフレコに慣れてない方だから先にその声優さんで前編撮っておいてそれをテスト的に撮ったものを一回こういう感じですよっていうのを聞いていただくっていうのがあるからそれで読んでいただいてまずはそうなんですよ。そうだったんだ。音響監督のジンさんがやっぱり私すごい最初から見てくださってて、あの花大好きっていうのも知ってたので。そうだよね、あの花の音響監督もね、そうなんですよ。だから最初台本いただいた時はなんかそのガイドを参加するけど本決まりになることは多分ないみたいな感じで、多分出たかっただろうから、うん、マネージャーさんがなんか悔しいかもしれないけどって渡していただいて、でも、まあ、もちろん出たかったけど、うん、でもなんかそのやっぱ関われる、うん、どんな形でも関われることが嬉しかったし、うん、まあ、ちょっと皆さんより早く内容を知れるのもちょっと嬉しかったし、でもとにかく楽しもうみたいな感じで通って、すごい楽しかったんですけど、うんうん、でも演じてたらなんかすごいずうずうしいんですけど、ナナちゃん私なのになって思ったんですよ。なんかどっかでふと、なんか近いところがあったの、役の近かったです。なんか今の自分にすごく近くって、だからやりたいなって思ってたんですけど、そしたらしばらくして、決まりました、そのままっていう。自分にとってもスペシャルな、そうなんですよ。じゃあ、それでじゃあガイドとして最初は撮ってたけど、うん、じゃあ本ちゃん撮りましょうってなって改めて、改めて収録して、そしたら主演のお三方とは別々に撮ったんですけど、主演のお三方が撮られてる時にこうガイドとして私とはるちゃん、白石はるかちゃんの声が流れていたみたいで、で永井監督がずっとそれを聞いていたから、もう固定されてっていうことだったみたいで、確かにメインお三方もそれこそ2人の声を聞きながらお芝居してるわけだから、確かになんか そこ以外でって。じゃあもういや本当にだからやばい、完璧しおめでとうありがとうございます。すごいだから奇跡みたいな、確かにそれはそういうことってあるんだね。ねえ、本当に決まるっていうか、本当は多分オーディションし直してっていうのが計画だったみたいなんですけど、だから本当自分にとってはミラクルが重なって重なって、嬉しいね、嬉しかったです。いやでも真中ちゃんのね、多分そのあの花からのこういう出会いとか、いろんなご縁でそう思いがね、多分お芝居でも伝わって、思いが伝わって決まったことだと思うから、本当いいな、なんか本当に嬉しい、心が本当に嬉しい、本当に嬉しい。やっぱりもなかちゃんしかなかったんだと思う。いやでもそうだと思う、いやもう本当に嬉しい、なんか本当私が言うことじゃないけど、あの花に出会ってくれてありがとうだし、こう触れるにこうやってなんか参加できることになって、もうこれは本当運命っていう言葉だってもうしか言えないと思う。本当多分私の走馬灯に皆さん走馬灯何回登場されるかって初めて聞いた。まなかちゃんが劇場版になった時にはまなかって言ってシーンでね、最後に思い出に映ってくれる私たち。ありがとう、思いがね。いや嬉しい、ちょっと最高の、もうこれだけで今日やってよかったですね。もういい話しすぎて本当に、もうね、今 120% ぐらいもう今心が満たされてる。なんか私たちもあの花出られててよかった。本当だね。だって13年経ってもさ、こうやって作品の話ができて、超ヘアバスターズチームの作品を応援できるっていうことがもうこれもまた奇跡だもんね。奇跡なかなかないよね、13年経ってもうね。そうだよ、まだ発売されたりとか、いや嬉しいことだね。でもなんかどうしよう、メールまだいっぱいあるの、ちょっと食べながら、私食べながらもうちょっと読む、どう、おいしい、エビマヨ最高、めちゃくちゃおいしい、早川さん、美味しい、いただきました。おすすめありがとうございます。お店の人だよね。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。マジでね、これで、でもいけるね。店主さんが作ってくれてるんだろうと思うけど。めちゃくちゃ美味しいね。あったかくて美味しいね。熱々？味は甘め？甘
マヨのね。で、私たちはさっきからでごま、マヨ。で、はるちゃんは美味しいしか言ってない。語彙力がごめん、多分無理だ。私たち食力を。やめとく。大丈夫。すまない、みんな。メールをいっぱい紹介したかったんだけど、盛り上がりすぎてしまった。私、この後、秘密基地、隠しラジオが、隠しラジオ、まなかちゃん知ってるって言ってるね。お花食べてる。あ、知ってる。そっちの方で、いただいた、じゃあちょっといつご紹介します。マックアット目利き牛丼博士さんからです。あの花ラジオ、復活おめでとうございます。ありがとうございます。冒頭の BGM をはじめ、何もかも懐かしくて、走馬灯が過ぎていきました。マックさんと同じだ。走馬灯仲間。空青からゲストさんが2人来て豪華でした。ニックネームのコーナー爆笑しました。今回あの花ラジオには秘密基地がないのでしょうか。メンマのバナーナイを探してもなく、あらといただいてるんですが、はい、前回は撮りたかったんですが、時間がなくて撮れなかった。そうか、普通に ないんだ。そうだから本来撮りたかったんだけど撮れなかったんですが、今回は撮ります。おなので、私が後でメールご紹介するので、読まれなかったなっていう方も後で読まれるかも。ぜひ隠しラジオ秘密基地アニプレメンバー総動員でやるんで、よろしくお願いします。来るよ。清水さんの出番ここです。はい、よろしくお願いします。いい感じにアルコールが入って、ね、いい感じに。そうでしょ。何飲んでるんですか。もうハイボールまで。なんかハイボールの色じゃない。濃いめじゃない。超あれ。何。MC 何を飲んでるんですか。ドラゴンハイボール。ドラゴンハイボールって何。紹興酒の炭酸割りです。わー、絶対美味しいじゃん。ずるい。秘密基地では絶対私もドラゴンハイボールを飲んでやるんだから。いいぞいいぞ。じゃあお昼かな。さあ、ということでメールのコーナーは以上になります。そして8月31日にここ酒空青の上映会があります。やったー。9月1日のスペシャルトークイベントはあの花の聖地秩父にあるユナイテッドシネマウニクス秩父にて劇場版あの花の12時50分の回上映後になります。登壇者は私茅野愛と永井監督と新作映画フレルに出演しているまなかちゃんです。よやった。ってことはついに秩父に一緒に行けるってことだ。もうやばいです、本当に。大感謝って感じで。もうでも、もう一番土地勘があるかもしれない。多分そうだと思う、ね、私をアテンドしてほしい、うん。いや嬉しい、まなかちゃんと秩父に行けるの本当特別だし、永井さんもいらっしゃるということで、めちゃめちゃ特別な。清水さんも、はい、じゃあ美味しいもの食べに行きましょう。楽しみです、はい。まあ、そんな感じなのでね、感想もこのラジオで話していきたいと思いますので、皆さんも来ていただいた方もメールお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで以上です。この後はフレルに触れていきます。さてさて、ここからは10月4日に全国ロードショーとなるオリジナル長編アニメーション映画フレルに触れていきたいと思います。はい、私たちの席の隣には M 氏、松尾さん、S 氏、清水さんが来てくれています。イニシャルにする意味がない。そう、いつも意味がないって言われるんだけど、M 氏と S 氏です。よろしくお願いします。松尾さんと清水さんで大丈夫です。そうだね。あくまでニックネームだから、うんうん。そうで、そして今回はね、まなかちゃんもいるので、はい、前回よりフレルについてもっと触れられるはず、聞き出せるはずということでやっていきたいと思います、うん。まあ、10月4日公開まで約1ヶ月となりますが、早い。どうですか、今どんな状況ですか。 MC、SC、いい作品になってると思いますので、ぜひちょっとご期待いただければと思います。楽しみです。楽しみ。ちょっと改めてフレルについてお伝えしますが、あの花ここ酒空を作った監督の永井達之さん、脚本の岡田真理さん、キャラクターデザイン創作画監督の田中正義さんが新たに挑む不思議な生き物フレルと暮らす青年3人の友情物語となっております。キャストなんですけど、永瀬廉さん、坂東亮太さん、前田健太郎さん、白石遥ちゃん、岩見真奈香ちゃん、皆川猿滝さん、津田健次郎さん、主題歌は YOASOBI さんとなっております。まあ、収録の話はね、さっき真奈香ちゃんからもお話してもらったんだけど、改めて何かここで話せるよっていうこと、どうかな。主演のお三方は知らずに
撮りましたね、うんうん、でも V に途中まで声が入った状態で、うんうん、はい、撮ってました。アフレコ、本アフレコをした時には、うんうん、お三方の声はまだ声は、途中まで入ってたんですけど、誰だろうみたいな感じで。そうか、じゃあ、はい、どなたか聞いた時はびっくりしたんじゃない？こうかっていう思いました。でもそのお三方もオーディションだったんですよね。なかなかね、そういうなんか実写の方たちとお芝居、うんうん、一緒には撮れてなくても、うんうん、掛け合ってっていうのは、うん、なんかね、出来上がり見るのとか楽しみだよね、うん、楽しみです。え、何？ピンクがラストオーダーで、ね、そうか、どう、なんか頼む、ね、ご飯物とかよかったら、うんうんうん、ぜひメニューも見てね。ご飯物とか見て見て自由だそう、うん、ガイドの話が出たんですけど、山さんの収録の時は実は立ち会えなかったんですけど、うんうんうん、そのガイドの時からすごくいいねってみんなで話をしてて、まあ、そのね、逆にこう主役の3人と一緒にその女子2人も、まあ、いわゆるちょっとオーディションでいろいろ選ぼうかって話をしてたんですけども、逆にこう2人の演技が良すぎて、まあ、そのままでいいんじゃないみたいな話になって、そうね、僕らプロデューサーもね、まあ、永井さんや岡田さん、田中さんやヘアバスターズさんにも皆さん、まあ、ジンさんもね、うちで。まあ、だったらっていうとちょっと言い方あれですけど、逆にそういうご縁もあって、本当に逆に今日、実はね、作品的にはご一緒するの初めてで、まあ、うちのね、いろんな作品とか、岡田さんのね、さやおさんのお主役をやられたりとかね、デビュー作が同じ埼玉のね、舞台のオリジナル作品ということもすごくご縁を感じてた制作の一人なんですけども、今回、まあ、いろんな、ご縁で、まあ、花やね、かやさんやトマスさんともご縁があるっていう流れの中で、まあ、ご一緒できて、個人的にもね、すごく嬉しく思いましたし、本当、演技的にもね、本当にすごく良かったなと。じゃあやっぱり、まなかちゃんのお芝居で、だからある意味、オーディションだね、そのもうガイドという名のオーディションで勝ち取った役ですよね。そういうね、ご一緒できて良かったです。いや、もう私も本当に嬉しかったです。もう、花以来の応援がね、だってずっと、さっきもあの花の話をずっと清水さん、うん、うんうんってうなずきながら聞いてくれてましたけど、うん、めちゃめちゃ嬉しくないですか、聖地巡礼もういっぱいしてくれて、うん、作品もいっぱい見てくれてて、うん、バトンを託しちゃう、でも本当にバトン、本当そうですよ、うん、なんかお酒、空を見て、だから触れる、だから秩父ね、秩父3作品の3姉妹ですなんてイベントさせてもらったけど、触れるがあったら、まなかちゃんにもバトンをどんどんこうね、つないでいきたいですよね。いや、嬉しいお話ですね。楽しい。そんなね、まなかちゃん、トークステージが京マフであるって聞きましたよ。うん、そう、9月21日土曜日14時40分から京都で開催される京マフにていよいよ公開、うん、映画触れるトークステージ、これは永井さんと前田健太郎さんと白石遥ちゃんと真中ちゃんが登壇ということで、そう、だから初めてお会いされました。だからメイン3人の収録現場の様子とかを、うんうん、そこで生で ね聞けるってことだから、うん、はい、それもめちゃめちゃ楽しみだね。楽しみです。どんな聞きたいこといっぱいあるんじゃない？あります。京マフはね、配信もされるので、ぜひ現地に行けない方も、うん、触れるのトークいっぱい触れてもらえたらなと思っています。だからこのラジオのこととかもぜひね、うん、知ってもらいたいよね。確かに馬場の聖地巡礼したよなんていう話もちょっと、まなかちゃんしてきてよ。はい、お話できます。でも宣伝隊長任せるから、いや京都はもう頼んだよ。任されました。頑張ります。よろしくお願いします。そう、でもこんなね、公開1ヶ月前にこの聖地の宝の馬場でみんなとこうやっておしゃべりできて、めちゃめちゃいい話聞けてよかった。そう、でもこんなね、良き日なんですが、なんかね、清水さんから何かさらにいいことがあるっていう話なんですか。なんだ、ちょっとね、カヤさんとトマスさんと山下さんに来ていただいて、ね、3人が今日はね、パーソナリティー、まあ、ケンさんメインですけど、というところと、あとは、まあその主役もね、女性2人、
男性3人、5人の物語ですけど、まあ、男性3人でいうと、うん、3人で何かできるちょっとプレゼントを、うん、せっかくね、ちょっとこのアナアジアのリスナーの方にですね、うんうん、ちょっとプレゼントをさせていただこうと思って、うちの小田切にちょっと交渉してですね、ちょっと用意させていただきました。何？お3人？何？何？かやさんからちょっとご発表って。わかりました。よろしいでしょう。なるほどね。確かにフレルは、まあ、3人の話で、クリエイターも超ヘアバスターズのね、うん、お三方も変わらず3人、でこれまでの作品も3作品、3ということで、今回のラジオも3人でお届けしているということで、うん、フレルの完成披露試写会観覧チケット3人席、プレゼントしちゃいます。3人席、本来1席でしたが3席にしましたというユニークなキャンペーンです。すごい。ということは、うんうん、お友達とだったり家族だったりで3人で見てほしい、うんうん、何それ、超ヘアバスターズを要は組んで3人で来てっていうこと、うん、うわー、患者さんたち3人で見ていただいてもいいですか。見ちゃう、見ちゃう、絶対それ見た後、ね、飲みに行くパターンだよね。最高ですね。じゃあこちらは、応募方法などはフレルの公式 X をフォローして、あとは、あ、何か合言葉がいると、今決めるんだ、合言葉をその公式 X をフォローして、で、その合言葉を含めてポストしていただければという、そういう形にしようと思います。なるほど。細かいルールは、はい、公式 X の方に書きますので。合言葉でもやっぱり今日だと相馬と、そうなんだ。確かにホットワードだったよね。ホットワード。じゃあ、走馬灯っていうワードを入れて応募してもらう。そういうことになる。もうチェックすれば、うん、X でどうやって投稿すれば、応募すればいいかが載っている。載ってます。じゃあみんなちょっといろんな走馬灯を。まあ、まなかちゃんの走馬灯を今日すごい鮮明に想像されるかもしれないけど、キーワードになれるなんて。いやでも特別なプレゼントだね、うん、3人席、確かに豪華だ ね、楽しんでもらえるといいな、うん、用意していただいた清水さんたちにも感謝です。ありがとうございます。僭越でございます。じゃあフレルについて詳しくなったところで、最後にこちらのコーナーです。秘密にフレル。先ほどお話ししたフレルの作品に合わせたコーナーです。誰かに秘密にしていることや秘密がバレてしまったエピソードを紹介していきます、うん、じゃあ2人はちょっといろいろね、話聞きながら、私にもこんな秘密あるなとか、うんうん、なんか何か告白したいことがあったらここでしてもいいし、ぶっちゃけちゃう、大丈夫です、うん、じゃあ行っていきますよ、うん、やまやまさんです。フレル楽しみに毎日待っています。あの花を見ていた頃、私は高校生でした、うん、あれから月日は経ち、私も結婚し、二人暮らしをするために服を断捨離することがありました、うん、大量の服を捨てましたが、あの花フェスの T シャツを捨てられず、クローゼットに大事にしまっております。結婚相手は知らない秘密なので、いつかバレる日が来るのを楽しみにしています。かわいい。といただいております。あの花フェスだ、いいじゃない、懐かしいね。あの黒って、まなかちゃんのやっぱ、うん、黒を誰よりも早く、誰よりも早い、あれ可愛い、欲しかったな。イベントとかも中学生とかだったね。そうだよね、はい、しかも終わった後にハマって、うん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 、放送してた、うん、タイミングではまだあの花出会ってなかったんだよね、うん、そうですね、イベントの円盤とかで見てたので、うんうん、そうなんですよ。もしかしてあの花フェスのイベントとかも見てくれたことが、持ってます、あれ円盤、はい、本場さん見てないものないんじゃないかっていうぐらいさ、あの花マスターだから、うん、いや大好きなんです。すごい嬉しい、うん、本当に私たちより詳しい、詳しい、ね、グッズもなんかほとんど持ってんじゃないかなぐらい持ってる気がする。結構ね、あの花グッズ多いから、いすごいよ本当に、いや嬉しいことだね。いや山山さん、うん、ぜひそのバレる日が来たら、うん、一緒に見ようよ夫婦で。いいじゃないですか。確かにね、それもいいかもしれない、うん、教えてあげて。いやでも、うん、ありがたい話だね。私もね、楽しみにしております。早くバレてほしい、うん、続いてマイケルさんです。遠い昔の話です。小学生の頃、家の裏にある山を突っ切ったら、学校までとんでもないショートカット、かっこいつもより10分寝れるができることを悟り、家族に秘密で翌日から少しずつ山道を開拓することにしました。放課後少しずつ草を刈り、道を踏み鳴らし、土を掘り、学校への最短ルートを進めていきました。3ヶ月ほどしたある日、開拓を半分ほど終えた時点で、山の持ち主であるうちのおじいちゃんにバレてめちゃくちゃ怒られました。よかった、おじいちゃんの子だった。
かっこ山道は危険だから、ですので私は脱獄映画などを見ると他の人より共感度が高く成功してくれという気持ちになります。めちゃめちゃいい秘密、面白い、ね、確かにこれおじいちゃんでよかったね、人の人の山だったら、そう大問題だったかもしれない。そうか、いやでも頑張ってほしかった。最後までね、10分寝てほしかったですね。本当にマイケルさん、ね、いやでも私も分かりますよ、なんかそういう何かね達成したいっていう気持ちがあると、そうだよね、そういうのが達成できなかったことがあるとね、回復しようってならない。そうそうそう、しかも自分でねセルフでね一人でやってたんでしょ、すごいよね。すごいよね、だって3ヶ月やったって、そう毎日だよ。すごいこと。いやだからマイケルさんがこれから見る作品とかね、映画とかがあの脱獄できる、成功するっていうのを祈っています。成功を祈っております。頑張って、はい、ということでこんな感じの、あのかいい秘密でしょ、結構、そうね、なんかみんなとかすごい、結構いろんなエピソードがあったよ、ちなみに前回は秩父にあの嫁に内緒で移住するっていう秘密が来て、あの2人でね、もちろんね、でもその計画を嫁にまだ言ってないっていう、あらどうなるちょっとドキドキする秘密が、確かにその先の話が聞きたい、そう、あのぜひメール待っております。ベロンチョ旋風さんですね。あ、ベロンチョ旋風さん、よく覚えてる、さすがよくし。ベロンチョ旋風さん、あの福ちゃんがめちゃ笑ってましたからね。はい、あの引き続きメールお待ちしております。ということで以上、秘密に触れるでした。今はシークレットベースが流れております。懐かしいね、良ければ全てよしみたいな感じするよね、この流れるとね。分かるよ。でもフェスであのはるちゃんとこうさ、あのいろいろ、ね、いろんなパターンやった、手の振りやったのを思い出すよ。いろんなパターンあるよね、あれはるちゃんがちょっと間違えそうになって両手バージョンと片手バージョンがあったりとか、そう結構ね変わってったからね、いろんな思い出がありますが、そんなシークレットベースを聴きながらお別れの時間になりました。どうだった高田馬場？通ることはありましたけど、こうやってなんか街を歩くことはなかったので、改めてなんか素敵な街だなって思いましたね。ぶらり散歩から始まって、こうやって北京さんでご飯を食べながらの収録だったけど、楽しめた？楽しかった。なんかちょっとこの入った場所っていうか、馬場のそのめちゃくちゃ大通りとかしか通ったことがなかったから、ちょっとこう入ってなんかこう少し静かになった場所だから、いいね、ちょっと落ち着いてね、そう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 。でも様々でね、こうやって素敵なお店にもめちゃくちゃ美味しかったです、ね、私全種類食べたからしれっと。どれが美味しかったな。でもね、いやでもね、マシャエビマヨと餃子も美味しかった、確かに餃子焼き色最高だね、すごい、ぜひ皆さんもしれっとこの1時間ぐらいの間に全種類もらう。さすが、まなかちゃんはエビマヨが、やっぱりエビマヨ美味しかった。やっぱおすすめだけ、おすすめのエビマヨ美味しかった、一番美味しい、いただきました。皆さんもね、今日の SNS の方であの、写真もね載せられたらと思っておりますので、ぜひどんなお料理なのかなって気になる方はそちらチェックしていただくでも、高田馬場に来ていただいて、聖地巡礼の後にご飯を食べてもらうでも良いかなと思っております。いや触れる見たらまたね感想会やりたいよね。確かにやりたいですね、ぜひそんな回もねできたらなと思っています。触れる公開記念あの花ラジオは次回第3回はまたもや、まなかちゃんが来てくれます。やった素晴らしい。そう、あのね、次回は触れる会をやろうかなと思って、今度はだから今日はあの花チームだけど、次回は触れるチームとしてまなかちゃんに来てもらって、でね、そしてね、前田健太郎さんにも来ていただけるとのこと、だからそこで初めましてですかね。そうだね、だから今日の前にお会いできて、いろいろ裏話を聞けるかもしれません。ちょっと京マフの皆さんごめんなさい、先にあの花ラジオで聞いちゃいますが、ね、メインキャスト3人のお話もそこで聞けたらなと思っております。そしてね、あのまなかちゃんと行く9月1日のスペシャルトークイベントの裏話もそこでいっぱいできたらなと思っております。そうなので、すぐ撮るとのことなので、あの急いでメール送ってください。あのまなかちゃんと前田さんに聞きたいこと、いっぱいいっぱい送ってもらえたらなと思っております。じゃあ今回は以上です。じゃあみんなで名乗って終わりますよ。メンマ役のかやの愛と、安城なるこ役の戸松遥と、
浅川奈々、浅川翔太役の岩見真中でした。ではまた次回お会いしましょう。ニックネームのコーナー、自分や友達がつけられていたユニークなニックネームを紹介していきます。ちょっとお料理作ってる感じも聞こえますが、はい、このコーナーはこそこそやるのがに、毎日枝豆を食べていたら枝豆ちゃんというあだ名で呼ばれるようになりました。かわいい、エゴイさん、確かに枝豆好きだよ。今年もいっぱい食べた。そうだね、夏野菜。続いてちーごむさんからです。すだち、小学5年生頃呼ばれていました。卒業生を送る会という学校行事で披露した謎かけで、卒業生とかけて福島県名産の食べ物と解く。その心はどちらもすだちでしょう。ということで、小学生にしてすだちという渋い食べ物をチョイスした珍しさも相まって、学年でこの謎かけを真似るのがプチバズりしました。すごい。中学校に上がってからも別の小学校出身の人たちを含めてすだちと呼ばれ続けていたほど私の中ではしっくりくる頭です。すごい、頭がいいんだ。そう、よく考えたね。人生の転機ですね。あ、そう、スタッフ大好き。ラスト、元保護者さんからです。不敬、恥ずかしいね。授業参観の時にめっちゃ後ろに立ってそうな顔と雰囲気というところから不敬と名付けられました。耳で聞いただけだと不敬が何か分かりにくいので、一時期保護者にシフトになりましたが定着しませんでした。不敬がいいよね。不敬、うん、分かる分かる。保護者より不敬がいいと思います。いいな、やっぱりこのコーナー大好き。あの特殊な環境で、いいですね、なんかいいです。はるちゃんはどうですか。やっぱこうみんなそれぞれさ、それぞれの理由と名前が絶妙な、やっぱ